皆さんこんにちは、深田ゆみですと、今回はうんぱい、おっぱい、ぱいぱいですはい、うんぱいさん、うんぱいさんにちょっとまたね、はい、遊びに来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございますちょっと今回はですね、うんぱいとはっていうね、うんぱいとは何ぞやっていうね、多分思ってる方も結構多いと思うんで、AV 女優、セクシー女優の完全図鑑、うんぱいの図鑑ということで、みんな興味あるかな。あ、もうあります。それをもううんぱいさんの自己紹介みたいな感じで改めて知ってもらうっていう、ありがとうございます。誰よりも詳しいセクシー女優図鑑うんぱい編ということで、はい、ちょっとやっていきたいと思います。ありがとうございます、はい。じゃあ AV やる前の活動と歴史についてちょっと教えてほしいです。歴史が、でもインスタグラマーから始まったのかな、で、なんか TikTok を、2年前ぐらいに始めて、で、友達にうんぱいっていう名前をこう、どうかなみたいな感じで付けられたんですよ。で、TikTok もその時なんか10万人とか20万人ぐらいで、もうそんなにいたんですね。そう、なんかでも地味にやってたから、うんぱいにしなよって言われて、うんぱいにしてからめちゃくちゃ増えちゃったの、うん、なんでうんぱいっていう名前だったんですか？なんかそのおっぱいキャラをいじる先輩たちがいたんですけど、そういうグループのノリあるじゃん、なんかそのぐらいのさありますね。なんかそう、パイは分かるんですけど、うんは何の運なんですか？だから分かんないんだけど、おそらくうんち。あ、え、なんでですか？わかんない。ライン結構なんか結構割といじられてたのかな。で、それで、うんぱいでやってたら、伸びちゃったのね。TikTok伸びちゃった。伸びちゃったんですね。本当は結構恥ずかしかったんだけど、まあ伸びちゃったし、インパクトあるからいいかなと思って、うんぱい名義で、再活動をしました。なるほど。はい。じゃあずっと TikTok をやってたって感じなんですか？そう、最近まで結構毎日投稿する感じで、結構 TikTok 頑張ってて。あ、なるほど。そうじゃあ他のなんかそういう OL とか他の別の職業的なのもやってなくてみたいな、もう本当に TikTok 一本だったんです。そう、あ、でもそのファンサイトを、めちゃくちゃエッチなファンサイトをやっていて、そこはちょっと自分の収入源でもあった。ああ、そうですよね。またそう、TikTok だけだとあれですもんね。結構収入ほぼないですよね。無ですもんね。私も無ですから。皆無だよね。皆無ですよね。確かに。だから何をしてる人かっていうのは確かに、自分でも結構言いにくいっていうか。なるほどね。そう、インフルエンサーのフレーズ言われてるし、まあそんな感じ。かなっていう。じゃあそれを何きっかけで、セクシー女優になろうって思ったんですか？エロサイトやってて、AV 女優さんってすげーって思ってて、ずっとそう、なんか一人で結構画像とかオナニーとかの動画をめっちゃ上げてたんだけど、もうその時点であれだったんですね。上げてたんですね。なんかちょっと興味がね、どんどんそっちにね、羨ましいなとか憧れだなってなってきて。なるほど。そう、憧れっていう感じだったんですね。そうそうそう、やっぱエロの頂点みたいな人たちなんではいはい、そうそう、だから羨ましいなと思って周りに相談したんですよ。なんかなりたいなって思うんだけど、なれないよねみたいな、言ってたら、今の事務所紹介してもらって、いろんなメーカーさんが声を上げてくれて、うちに来てくださいって言ってくれて、でその中で最終的に選んだのが S1 っていう。ああ、 S1 になったんですね。そう。じゃあそのもともとやろうって思ったきっかけは、その収入とかよりも目立ちたいっていうか、そのセクシー系でみんなに見せつけたいっていうのがでかかったんですか？そうかも。なんかこれ綺麗事だと思われちゃうんだけど、めっちゃ、まあ、最初本当お金じゃなかったんですよ。へえ。めちゃくちゃエロいことやりてーって思っててはい、なんかだって自分結構さ、なんかこう面白いことをするのがすごい好きで、なるほど、そう、ぶっ飛んでるようなこととか、なんか自分で見つけていくことがすごい好きなんだけど、やってみたいっていう欲で本当に最初始まって、はい、そう。じゃあそのスカウトきっかけはどこから、そのどういう感じでつながったんですか？大物女優さんが一応紹介してくれたっていう、ちょっとやってみないみたいな感じで、やりたいんだけどって紹介して、言ったら紹介してくれて、紹介してくれてみたいな、はい、はい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 
今何本撮られたんですか？1年分も撮ったかも。あ、もう1年1年分っていうのはじゃあ月1って感じですか？そう。あ、もう12本は撮られてるみたいですね。はい、撮ってます。はい、そう。じゃあその中で、うん、じゃあうんぱいさんの NG プレイと好きなプレイみたいなのがあったら教えていただきたいです。はいはいはい、NG は、うん、脱粉とか書いていくんですよ。はい、はいはい、書きますよね。 そこに自分のダメなプレイは何ですかとかも、うん、最初は女優さんは必ずその書くんですよ。そう、すごいみんな優しいから、スタッフさんが、はいはいはい、本当にダメなのを言っていいからね、うん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 、で確かにやったことないのばっかりと思って、はい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 、確かに確かに、そう、 SM プレイの上のさ、うんうんうん、拷問みたいなやつとか、あー、なるほど、プレイみたいな書いてあるの、すごい細かく、はいはいはい、でそれはやったことないし、やりたくはないなって思って、まあ、S1 だからやんなくていいよみたいな感じで、結構丸しました。できないプレイを、はいはいはい、できないプレイ、アナルもダメって書いたんだけど、うん、最近は全然アナルよくねって思って、あ、いいんですか？アナルよくねって思い始めて、ちょっと言ってる感とかに、なんかレビューをさ、はいはいはい、突き詰めた結果、はいはいはい、なんかこういろいろ書かれるの気にしてるって言ったじゃん。うーん、でエロくないんだなと思った時に、結構さ、こうチングリ返し、はいはい、マングリ返しありますよね、はい、逆のチングリ返しして食べるのが結構こう好きな人もいるらしくて、はいはい、あ、それがレビューで好評だったらしいとか、はいはいはい、結構噂で聞くのね。なるほど、なるほど、他の作品で、うんうん、だから、うん、そういうことした方がいいんだと思った時に、うん、ハナルに抵抗がないかもしれないと思って、うん、意外といけるかも。あ、そしたらもっとみんながエロい感じで見てくれるかもっていうのがあったんですね。思ってる。そうです、うんぱいさん結構その気にされてるんですよ。気にしなんです。やっぱそのファンザっていうサイトがあって、うん、そこの書かれるんですよ、そのレビューをね。そうだ、そうだよ。それで、あの、うんぱいさんはね、それを結構見えているらしくて、うん、うんぱいさん今傷ついてるらしい。なるほどね、はいはい、うんぱい、アナル解禁しちゃうかもしれないよ。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もう完璧ですね、はい、でもしかしたらちょっと解禁するかもしれないので、はい、解禁するときにはちょっとまた5分させていただきます。はい、ありがとうございます。エミちゃんのチャンネルにお邪魔します。解禁しましたみたいな感じで、はい、じゃあ、 あと、うん、あの、まあ、得意なプレイとか、うん、もしもうんぱいさんあったら、はい、やっぱりあの潮吹きが、はい、結構大得意で。あ、そうなんですね、うん、すごい。それは、うん、プライベートでもできてしまう感じなんですか？最初はプライベートで開発できて、はいはいはい、こうちょっと V でも出てみたんだけど、うん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 、意外とこう緊張せずに、うんうんうん、めっちゃ大量にスプラッシュすることができて、なるほどね。そう、そっから結構ね、はいはいはい、向いてるかもしれないな、塩系はって思う。塩系はね、はい、なんかコツとかはあります？塩吹きの、なんか多分そういう塩吹きしたいっていう女性がいたら、はいはい、Gスポットとかはさ、うん、さ、こう遊ばれてる時にさ、うんうん、匂い出てこない？出てきますね。え、分かった。なんで説明しにくい。だからこう出してるところを見られるのが恥ずかしいっていうので、うん、多分潮が吹けない人が多いのかな。ああ、なるほど。いうことかな。そっか、もう開放的になるというか、うん、もうその気持ちが大事なんですね、うん、気持ちを捨てるってことが大事なんですね、はいはいはい、確かに逆に脳で止めちゃってるかもしれないですもんね、うんうんうん、なるほど。じゃあ、うんうん、これさっくりでプライベートの趣味、特技、うんぱいさんの趣味、特技を教えてください。興味あるの？大丈夫？いや、大丈夫です。うんぱいさんの、あの、完全女優時点なんで、はい、はい、でも私、本当つまらない人間なんだよね。いいですよ、つまらない人間。趣味が特にないかもしれない。あ、ないんですか？でも、家ではじゃあ、あ、ピアノできる。すごい好きで、はい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 、結構練習したりしてるかも。あ、なるほど。地味にピアノを地味に練習して、練習したりとか。他休日は何をされてるんですか？でもね、起きるのがめっちゃ遅くていい日は、はいはいはい、マジでオナニーしてる。オナニー本当にこれさ、笑わせようとしてるとかじゃなくて、はいはい、いや全然いいですよ。あの、ファンサイトで使う、はい、はい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 、なんかさ、結構ウーマナイザーとか何それもあるんですよ、はい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 、で、それをこう、溜まっていくわけ、うちに。あ、そうですよね。蓄積して、確かに確かに、いろんなバイブみたいなのが、うんうん、寝起きで、うん、め
面倒くせえって思うじゃん、寝起きって何もしたくないけどお便りしたいなと思って、充電切れてるやつとかめっちゃあの、あーなるほどね、ありますよね、たまにこう使ってたで、はい、充電切れちゃったみたいなのとかね、そう、そう、でそれを探して、はいはいはい、充電ついてるわ、これは大丈夫で、さすがにそれで1日終わることなくないですか、さすがに。いやでも結構、うん、2時間ぐらいそれさせてもらう、あ、2時間ね、2時間以降はもうまた睡眠になる、睡眠します、睡眠して、起きて眠いなって思いつつ探してやってやって、でまた眠いなって食べて、ほんとそう、なるほど、それがうんぱいさんの、あの1日ルーティーンということですね、です、なるほど。ラスト、はい、せっかくねここにボードがあるんで、うん、ちょっとうんぱいさんのね、うん、今後の目標を、うん、まあ、最後一筆書いていただきたいと思っております。むず、はい、なんだろう、何これ、今日ってこれで合ってる、あー、もう合ってます、今日、うん、巨大化、はい、巨大化、はい、巨大化とは、はい、おっぱいだけさ、うん、大きくなりたくて、うんうんうん、うん、はい、なんかこう、はいはいはい、難しいんですよね、おっぱいだけ大きくなる、うん、確かに確かに難しいですね、はい、だから鍛えながら、うん、ちゃんと食べてトレーニングをしながら食べて、はい、を繰り返してこう、はい、ちょっとアイカップぐらいになれたらいいなっていう、アイカップになれたらいいなと、はい、うんぱいの今年の目標はアイカップになりたいので巨大化です、頑張りましょう、ありがとうございます、はい、頑張ります、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、じゃあうんぱいさんのコラボの方の動画もちょっと出演しておりますので、はい、ぜひご覧ください。巨大化応援してくれるよっていう人は、はい、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。深田、世界一抱かれた女になります。24時間無料ハグ会を開催したいと思います。で、日程は8月の27日の土曜日の18時から、で28日の日曜の18時まで、ザ・シーシャハウス渋谷のとこの、ところで開催させていただきます。で、ね、当日はねたくさんのスペシャルゲストもたくさん来てくれる予定でございます。コロナ対策とかもねちゃんとしっかりやってますので、皆さんの抱けるの楽しみに、しております。